やばいな。やばい。やばいな。さっき電話出たのに。出たのに。何やそれ。
あ、まあまあそれはいいわ。じゃあ、親父はまあ今日はいいですよ。おお、いいですよ。ね、あの我々もね、ここで立たせてもらってますけども、だいぶね、はい、年を取ってまいった。年を取った。そうですね。卒業してからだいぶね、年を取ってきたんですけども、はい、まあラストライブで最後までやっぱり皆さんの前で公開できないということで公開してなかったのもあるんですけど、はいはい、ありますね。覚えてる人いるかね。そうですかね。年を取ってちょっとね、なんていうんですか、ブレークみたいになってきてるんじゃないかっていうところで、はいはい、うん、今だから言える、今だから言える的なやつをね、うん、ちょっと、ね、公開していこうじゃないかということなんですよ。でね、はいはいはい、その内容なんですけど、はいはい、と言いますと、我々ラストライブ来ていただいた方、もしかしたら覚えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はいはい、ハイスイートだけが見れるブログというのがですね、ありました。ブログ、ブログタイトル何でしたっけ。アカペラシルダンユっていう何やねん、アカペラシルダンユ。アカペラシルダンユっていうね、ほんまに悪口の吹き溜まりっていう、ねそういうね、ブログがあったんですけども、はいはいはい、ラストライブではタイトルだけを紹介してきました。そうそうそう、はい、ですけども、はい、ちょっとね、ライトのやつを中心にちょっと中身も紹介していこうかなと。もうね、時効だと。時効ですよ、もうね中身出していこうじゃないですか。だと、なんかどうですか、なんかさっきね、はいはい、ご飯食べてる時見たりとか見ましたね、してましたね。どうですか、なんかまずジャブ的なやつがいきますか。ああ、いきますか。誰か教えて。何ですか、古谷くんのやつですか。いや、俺ですか。のやつじゃない。いや、違うでしょ。あれですよ、僕の代の、僕の代のコメンテーター。コメンテーター。コメンテーターのやつ。コメンテーター。コメンテーターのやつは誰が担当。誰やろう、ちょっと待ってまあなんかでも結構普通のやつもあるんですよね。ああ、最近思うこととか、そうそうそう、ガチでアカペラ頑張ろうみたいな、男祭りでとか、ありますよ。花っていうのもありますから、花っていうタイトルがね、鼻がしんどかったって話ですね。ただ単にそれだけっていう。合宿を経て鼻がおかしくなる打ち方ができるようになった気がする。期待してくれてていいよって書いてあります。で、結果そうやねあるね、いろいろありますね。ジャムのやつ、まあ、行きましょうか。おタイトル、はい、お寮。お寮。お出ちゃった。誰が出てもだ。お寮。お寮。じゃあ、お寮に、お寮の何が書いてあったんですか。お寮、いや、なんじゃないことなんですけどね。はいはいはい。最近一風堂味落ちたなっていうね、つぶやきみたいな。そう、ミクシーのつぶやき。そう、ミクシーのつぶやきをしてて面白かったから、それをコピペするっていう。あ、ライトなものはこれ。ジャムね、まずジャムなんだよ。ジャム、ジャム。お前に一風堂何がわかんないよ、あれですね。そうそうそう。結構入ってきたよ。じゃあ、古谷くんのやついきます。古谷くんのやつ、もう一個っすか。2008年に東京旅行をハイスイートで行ったんです。行きました。行って、ほんで、まあ、帰ってきてっていう後の日記なんですけど、はい、東京旅行お疲れ様です、はい、M1 っす。早速ローター使いました。かなり良かったです。秋葉原ね、秋葉原で購入したやつね。買い物でした。そう、あれ良かったっす。おもちゃ買っちゃったの。そうなんですね。まあまあちょっとちょっとね、まあまあまあ、ちょっと遅いな。まあ時効は時効ですから。まあ時効は時効、時効ないし、大丈夫ですね。当時若かったから。当時若かったから。なるほどなるほど。いろいろ飛ばしてたから。はいはいはい。いろいろ飛ばしてたから。はい。おいおい、二回言わんで。何の意味か分からへんけど。じゃあちょっときつめというか、コアなやつ。コアなやついきますよ。これ知ってる人ね、は知ってるって感じなんですよ。はいはいはい。まず、ミクシーなんか、ミクシーから添付。はいはい。タイトルが、堤下さんのに知ってるかな。皆さん覚えてますか。知ってるかな。あ、じわじわ来てる、じわじわ来てる。堤下さんっていうね、僕らの同期ですね。ニューワンボイシーズにいた子がいるんですけど、はい、堤下っていう名前で、まあ、2曲解散です、はいはいはい、その内容が、タイトル、その日記のタイトルが、手術というタイトルになってます。何の手術したんだね。なんかね、本文がですね、包茎の手術ってやっぱりした方がいいんですかね。アドバイスください。全体に公開っていう日記を書いてたという。そう、全体公開で。それを我々だけでね、公開してシェアするという。そう、ここでアドバイス書きましょうっていう。その日記に対する、まあ、コメントで、おこうねると。誰やったっけ、もう一人。やめろやめろ、なんか身内の話やめろ。サタンとおこうねるっていう子がずっとコメントを書いてくれるっていう。そのブログでの返信はサトシだけ。親父に聞きましょう。そんな前で水の証明頑張ろうか。まあ、彼もね、彼は経験者ですか。はい、経験者。まあ、こういう内容ばっかりのブログが。そうですね。そうですね。あとなんかあれですか。あんま言えへんやつ。あんま言えへんやつ。なんだろう。ユマナ
のあれやから、まあ、せっかくですしね。ゆかさんのあるんですか。あるあるあったっけ。あります。ゆかさんをいじるやつあったね、あの、うん、ブログ。どれや、タイトル何でしたっけ。タイトルはね、チチっていうタイトル。カタカナでチチ、はい、カタカナ2文字でチチ。もうストレートやね。本文どんなやつ。本文は、本文特に書いてないんですけど、あの、オパーイって書いてます。オパーイって書いて、あの、画像が添付されてるんですけど。画像が、はい、その画像をですね、今あの皆さんにお送りしましたんで、はい、あの文明で LINE で今お送りしました。皆さんの携帯見て、これはよかったら見てください。これはですね、まあ、女性は今ぐらいの時期浴衣を着たりすると思うんですけど、浴衣を着てるにもかかわらず、なんで浴衣でも締まるじゃないですか。そうね、やのに、やのにめっちゃ出てるっていうのに古谷浩一が写真を撮ってきたっていうで載せたっていう。驚愕しましたからね。浴衣ってこんな、こんな浴衣初めて見た。そうそう、こんななんねやみたいな。あ、既読6、何だ。そうそうそう、これは何、出演者のメールですか、これは。ライブ727の、あ、出演者のラインでございますね。そうですね、まあ、見れない人はあの近くの人に見せてもらって、まあね、こういうようなことをね、つらつらとつらつらとやっておったんですか。やってました。まだまだ結構頑張って放出した方ですよね。まだちょっと無理なやつありますけど、ね、まだ無理なやついっぱいあるけど、うん、まあ、もうちょっと年を重ねたら、もうちょっと2年、2、3年後ぐらいかな。もうちょいちゃう。もうちょっとか。もうちょっとか。はい、まあそんな感じで、ね、はい、やってたんですけども、はい、まあ次我々最後の曲ね、はい、やろうと思います。はい、はい、で歌うんですけども、はい、やっぱり一人足りないと、はい、いうことでですね、はい、もう一人さっきまたスグルと違う人なんですけど、はい、ちょっと一人読んで最後の曲、はい、お届けしたいと思います。シル男優でもですね、たびたびいじられておりました、はい、イニシャル KY ことシャンヤマ。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、よろしくお願いします。え、そんな酔ってる。あ、お前、あ、真っ赤ですか。はい。なんでイニシャル KY ってしたんですか、そういえば。うん、怒られるやん。車の漫画でイニシャル D ってあるじゃないですか。はい、あれっぽい感じにしたいなと思って、単純にKY ってつけただけなんですけど。あ、山根公平か。そう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 。ああ、そっか。KY ですね。でも俺のせいな、これって。さあ、はい、さあ、もういいんですよ。そんなことはどうでもいいんだよ。そんなことはもういいね。久しぶり。はい、じゃあね、最後の、ですね、お祝いの気持ちを込めて、はい、夏っぽい曲を一曲、はいはいはい、お届けしてまいりたいと思います。はい、それでは聴いてください。シュガーベビーラブ。皆さん、手拍子お願いします。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。Somebody, somebody, 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 somebody
盛り上がっていきましょう。Somebody, somebody, 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 somebody